こんにちは。今回の東大文系数学では、確率の問題をやってみたいと思います。まず問題文から見てみましょう。正四面体の各頂点を A1 から A4 とする。ある頂点にいる点 X は、同じ頂点にとどまることはなく、1秒ごとに他の3つの頂点に同じ確率で移動する。と、こんな感じで、各自時間止めて、読んでください。そうですね。どこだ。これとかこれを見たときに、すぐ思い出してほしいんですけど、もう確率で、しかも P の近くに N っていう数字がある。これはもうほとんど、これですね、確率全可視の問題なので、そう思って、解いてみましょう。確率全可視っていうのは、一応じゃあ復習っていうか、説明してみると、確率を求めるんだけど、その確率っていうのが一つ前の状態の確率に依存している。だから、例えば言いづらいけど、その式で表せば分かりやすいですね。例えば、EN っていう確率が一つあるとして、この確率が、例えば、2分の 1PN マイナス1で表せたりする。こういう状態が、ある確率が、その一つ前の状態の確率に依存しているっていう、ことで、こういうふうな条件が与えられたときに、確率を求めなさいっていう問題が、確率全可視の問題です。で、今回は、どういう問題かというと、これを要約してみると、点が一つあって、そいつが1秒ごとに、正四面体の頂点を、ピッと隣に移動していく。どっかで。で、その確率は、同じ確率です。で、最初どこにいるかっていうのは、こういうふうな、A1 は4分の 1, A2 は2分の 1, A3 は8分の 1, A4 は8分の1っていう確率で与えられています。で、それで求めるものは P1N、 つまり N 秒後に A1 に X がある確率、それと P2N、 N 秒後に A2 に X がある確率ですね。じゃあ、ポイントを確認してみましょう。確率全可視の問題で、この2つさえできれば、大体の問題を解けます。っていうのが、これです。まず1つが、直前の状態、ある、求めたい確率の状態っていうのがあるときに、その1つ前っていうか、直前の状態が、どういうふうになっているのかっていうのを確認しましょう。で、それが確認できたら、その一つ前の状態からその後の状態にどういうふうに変化していくのか、状態が。っていうその推移を考えてみましょう。この二つがしっかりできれば、絶対に確率全可視の問題は解けます。で、じゃあまず点 X がどういうふうに動いていくのかっていうのを、自分でこの静止面体の上で、遊んでみながら確かめてみます。とりあえず最初ここにあるとするじゃないですか。そしたら、問題文を見てください。同じ頂点にはとどまることはない。そして、他の3つの頂点に等確率で移動する。ってことは、次は、こういうふうに移動する。で、この3つは等確率っていう話だから、明らかに、3分の1ずつですね、これ。確率としては。で、これ今 A3 についてこういうふうに X が移動するってことが分かったんですけど、当然 A2、A1、A4 についても同じことが言えます。ここまで確認すれば、直前の状態っていうのは、この場合は全然どっか他の点にありますよってことで、推移を考えるっていうのは、この直前の状態からはこういうふうに
確率3分の1で他の点に移動するということが分かりました。で、でもまあこれは直前の状態を視点にして考えたので、今度は、これですね。求めたいのは P1N、P2N、つまり P1 に X が来てくれる確率というのを求めないといけないから、3、5の確率について考えています。で、そうしたら、もうもしかして一番早いのは自分で書いた方が早いかなと思うんで、書いてみますけど、例えば A1 に、直前の状態から推移して、X が来る確率っていうのを考えようとしたら、もうこれ全部この場合は書いてみたらいいと思います。今度は、A2 に直前、X があったとして、こういう確率で、X は動くじゃないですか。で、A4 についても一緒で、こういう確率ですね。当然、これ全部矢印、確率3分の1の移動です。で、もうこれ明らかっていうか、まあ最初から分かってる人もいるかもしれないですけど、これで、これ3分の1、これ3分の1、これ3分の1の確率だから、ね、A1 以外の点に X があるとき、あ、すいません。こうですね。A1 以外の点に X があるときっていうのは、これ全部3分の1だから、確率1で、A1 のところに来るわけです。で、でも当然、もし A1 にあった場合は、こいつが他のところに移動しちゃうから、A1 のところには来ないと。いうことですね。ああ、すいません。確率1っていうのは、確率1じゃなくて、すいません。3分の1ずつだけど、他の点にある確率っていうのはまた別だから、まあ、その場所はまあ、後でします。とりあえず、こういう風になっていることを押さえてください。で、実際に考えてみると、こういう風に解いていって、確率は X の直前の位置、X が A1 に移動する確率を直前の位置で分けて考えます。で、もし、A1 に最初からあった場合は他のところに移動しちゃうから、A1 からどっか行っちゃうから、A1 に次ある確率っていうのは0で、で、A1 になるとき3分の1っていうふうに、書いてるんですけど、それっていうのは、ここにある場合は3分の1で来るじゃないですか。で、こっちにある場合も確率3分の1で A1 に来る。で、ここにある場合も確率3分の1で A1 に来る。だから、他のどの点であろうと、A1 に来る確率っていうのは3分の1である。ということで、こういうふうに直前の状態からの推移を確認できました。で、じゃあ今度は確率全化式っていうぐらいですから、全化式を立ててみます。もうこの2つの情報だけで、全化式が立てれますね。こんなふうに、1つ後の状態、でのまあ左辺に書いておいて、つまり P1 の N プラス1。で、一つ前の状態が、上に行くようにしてください。で、A1 以外の時に3分の1の確率で A1 に X が来るっていうんですから、式はこういう風になります。ここが A1 以外っていうんですね。で、全化式なので、当然この場合は、等比数列の形に直していきます。で、計算していくとこんな風にできる。で、まあ、最終的に求めたいものは何かっていうと、P1N と P2N なので、あと必要な情報をそこから引き出します。これまだ PIN って書いてる状態では初項が分かんないから解けないんで、P1N、P2N を求めるってことから、初項をとりあえず出します。で、とりあえず、まず、i イコール1とすると、数列 p1n-4 分の1を求める式になりますね。この等比、この全化式の求める数列っていうのは。で、p10 に問題文であった値を代入していくと、初項が0だと求められます。で、あとは、まあ、等比数列を初期応用で解いていって、ここ消えちゃって P1N は4分の1で分かり、で、P2N の方も同様にやっていくと、
この読み解きます。以上のような形で確率電化式は、解けました。で、もう一度おさらいしてみると、確率電化式っていうのはその、直前の状態、ここですね、ポイントはここです。直前の状態を確認して、で、その後直前の状態から直後の状態の推移を考える。で、特に図形問題だったら自分で書いてみるのが一番わかりやすいかなと思います。よく言われますけど、東大の確率の問題では推移図を自分で書いてみた方がわかりやすいってよく言われますし、本当に自分で手を動かして状態を把握してみるっていうのが一番大事です。で、電化式立ててしまえば、あとはそんなに難しい問題は少ないので確実に解いてしまいましょう。以上で確率電化式の問題を終わります。